うぶかたかなさい安政3年1月17日は、江戸時代後期の初夏市は源の名は、縄館通常は、かな人ひとしとした。他に、七学、猛祭、猛祝、通称像主蔵愛忘れて主人、不動産人とする号もある。天保戦とも呼ばれる、江戸時代末期の戦火に記された天保通報の4文字は、かな人ひとしの書である。天保通報。 広告三次市の干末部分完成11年、上野国殿国館形丸村に次男として生まれた。父、公弁は、修験者で、死の聖院兼大相図公弁と称した。代々この地で、佐相神社の別当を務める18代目にあたり、長男、広が19代を継いだ。金江人氏は、山田郡大間町、中島三次郎の養子となり、道長の所下。 タ部井風斎に書を学んだ。その上達ぶりに、タ部井は自分の娘婿として、金井人氏を迎えたが数年のちに離縁した。ついでと根郡月夜の長補間の串淵現在門の娘婿となった。串淵家には家電の新東流道場、源の武士館があり、金井人氏はここで剣術を修行し免許改伝の腕前に達した。しかし、串家とも離縁し戻り、 囲碁書道に専念し、独自の書法を確立、これをもって、身を立てるべく、江戸へ出た。両国教近くの村松町にて、書塾を開き多くの文下生を指導、天野八郎や清川八郎もここで学んでいる。弟子に指導する一方で、自身は、牧良子のもとで一層の修練を積んだ。良子門下では、大竹章包萩原秋元、中澤幸嬢と、並び、 両子四天皇と称され、幕名によって、天保通過線に維持する、天保通報の文字を記したことで、さらに署名を高めることとなった。また絵にも優れ、特に四君子の水墨画を得意とした。その素養を認めた、高雲や、東道領雲、福田藩公らとも親しく交わっている。さらには、柳川西岸の玉地吟者に入り、監視においても、才を発揮した。 社中の優れたものの詩を集めて発刊された玉地銀舎詩や道門能の古の山が収録した古山老詩病部にも金井人氏の詩が収められている。金井人氏の名声が高まると書道教授として姫路藩に招かれ、道藩氏の元氏の娘、慶子を妻に迎え三男和ずめに恵まれた。安政三年一月十七日、金井人氏は副大藩皇帝に招かれた折、 福田へ、年始挨拶に訪れた、剣学、金子武次郎と主演を共にした。その際、座教の拳遊びが元で金子と口論となり、夜半に、福田邸を辞した後金子もしくは同行していた、金子門人の清水角次郎によって切られ押しを遂げた。金子、清水亮名とも捉えられたが、清水は、極中死したため真相は不明である。事件後に書かれた。 金子の書簡を入手した渡辺桃水は、両人のうちいずれか、あるいは両人共同かということになる。死に恥を与えたあだと思って、多分、清水和人でやったことであろうがと記している。墓所は、東京都港区虎の門の光明寺没後、金井人氏の書を用いた広告三字氏が1874年に刊行されている。群馬県は、 郷土カルタが盛んな土地で、上毛カルタが有名だが、金井エ氏の出身地である、沼田市には、市内の名所、名産などを読んだ沼田カルタがある。手の札では、金井エ氏は、川田の生まれ所の大化と読まれている。2004年9月28日から10月6日の間、沼田市芸術文化振興事業として、うぶかたカ祭遺作展が開催された。 ありがとうございます。